僕らとしては先輩たちが60年間ですね、盛り上げてくれたから広島新喜劇というのが僕らの時代にも存在して、僕も嫁はんとか子供をご飯食べさせることができております。それを先輩たちだけじゃなくて60年間お客さんに可愛がってもらえたり、またメディアの皆さんに可愛がってもらえたから、まあ、ここまで続いたということで、120周年が迎えれるように僕らも何か力をですねちょっと加えて、次の後輩たち、またまだ生まれてない大阪とか全国のお客さんたちに笑ってもらえるような吉本新喜劇がこの先60年続くように僕たちも頑張っていきたいなと思います。今年は4人で回らせていただいたんですけど、来年は、僕と小籔君、僕とスッチ、はい、でスッチと愛ちゃんみたいな感じで回らせていただくんですけど、まあ、個人的には小籔君とずっと若い時から2人で一緒に作ってきたみたいなのがあるんで、久しぶりに、がっつりやらせていただけるということ、そして、スッチとはねよく2人ではやるんですけど、2人で台本を作ったというのはなかなかなかったんで、はい、非常に楽しみにします。で、まあ、個人的に一新劇ファンとして本当にあやちゃんとスッチがどんな新喜劇を、約2時間近い新喜劇を作るのかなっていうのも非常に楽しみにしますんで、お客様も、ね、47都道府県回りますんで、近隣の方はね、できれば3つとも見に来ていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。僕も2班、川端座長と、坂井愛座長と一緒にするんですけども、本当に川端さんとはやっぱりこう作家の先生といいますか、お話を作る上ですごく勉強になるので、そこも勉強させていただきながら、で愛ちゃんとはなんかこう新しいものができればええな、で小籔さんと一緒じゃなくてよかったなっていうのなんでよなんでよ、俺と一緒だどういうなんかね、移動中とかもキューッなんでそれ今ベープも言うとったけどこんなこと言うたら小籔さん怒るんちゃうかとか窓から見えるもんで、うわあれ俺好っきやねんって、なんであれが好きやねんってなりそうだね。なりますね、確実に、はい、今回47都道府県回らせていただけるということで、まだ新喜劇放送されてないところも、こうやらせていただけるということでですね、いろんなところで地方の皆さんに可愛がっていただきまして、もっともっとですね大きくしていきたいなと思ってます、私の体をだや、これが座長のボケやで。恥ずかしいわ、カットしてもらえ。でやめ、何にもおもろない。ちょっと壮大ではあるんですけど、普通に来週俺名古屋公演やねんとか、来週どこどこや岐阜やねんとかみたいな感じで、来週俺ニューヨークやねんとかいうように進撃がなれたらいいなと思ってます。闘牛あるのはスペインでしたかね。スペインでこうなんか一之助師匠ファー出てきてお邪魔しますって言ったら牛にパーンみたいなのはぜひやってみたいなって。ダメよダメよダメだねパーン暗転ですみたいな。私はですね、スリランカに以前映画祭で行きました。シニーさんも一緒に行かせていただいた時にですね、すごくスリランカの男性にすごくモテまして、めちゃくちゃウインクとかされたんですよ。だから今回はワールドツアーでスリランカにホットパンツ履いていって、ほんでスリランカでいい出会いがあって、そこで結婚したいと思います。嘘やで、これも座長のボケやで。どう欲しがってへんからみんな。真面目な、嘘やで、ずっとしてるよ。真面目な展望を聞きたいね、皆さんは。ずっとここで新喜劇してるよ。スリランカ行かへんよ。いや、スリランカも行くかも分からへんから。あとすいません、先ほど小籔さんがいらっしゃるとスッチさんがキュッとなるとおっしゃってましたけど、はい、最近ちょっとなんか裏では私の方に何を言われてんのかなとかちょっと気になったり。ああ、なるほど、なるほど。だんだん近づいてきましたね。僕は基本的に新喜劇の後輩たちの評価は、半分気にして半分気にせんというか、例えばあいつの台本おもんないなとか、なんか座長としておかしいなみたいな陰口はすごい嫌なんですよ。ただ別にあいつおったなんか喋りにくいなとか、あいつおったキュートするななんていうことはもう全く思ってません。で今ベップとかもその僕が大体楽屋入ったらみんなシーンってなるんですよ。ほんで僕楽屋に近づいていくとき中がわー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 言うてるんです。まあ例えばスッチーの週なんてもう和気あいあいとしてますから、わー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 なってるんですよ。えらい盛り上がってんなと。
まあ、フェスでもやってるのかなぐらい楽しそうな雰囲気やなーって、おダンス言った瞬間シーンってなって5分ぐらい誰も喋らないですよ。いやさっきめっちゃ喋ってなかったっつったら笑うの土だけなんですよ、ね、他みんなやっぱピリッとするんですよ。だからそれは本当に良くないことだなと思いながら、ただ今ビブとかによう言うんですけど、キューってするって言ってるけどみたいな、俺が悪いみたいな言い方すんなよっつって前からおまわりさん来てキューってするやつっていうのはな、犯罪してるからや。俺みたいに何も犯罪してなかった、周り前からおまわりさん来てもおざいます言うて、ご苦労さまです言うて堂々といけるかな。おまわりさん来てキューってなるってことはやましいことがあるってことや。何俺が悪いみたいなこと言ってんの。お前や悪いのは容疑者お前や、そうですね。詰めたことはありますねこれはみんなの前でこうやって詰めたりするからまたキュートするんでしょうけど、はい、今我々ね今別府の気持ちで聞いてますはい、はい、先輩でしょ川端さん去年のツアーの時にみんな仲良しようなと、はい、こんだけ長丁場やから一人がイライラしだしたらなんかもう変な空気になるからイライラするのだけはやめよう言ってたのに一番イライラしてたなんでこの子高速ここ降りんねんとか一番イライラしてるやんってなったんですよ。だから今年は本当にね誰も怒らない、はい、仲良い和気あいあいとしたツアー楽屋目指したいですね